で自分の信じたことをやっとるって一番ストレスがない、ね、これがいいんだと思ってでやって周りから評価されなくても賞なんかもらわなくても、うん、別にそのブレイクするとかっていうことを意識し始めるともう、うん、もうそうじゃなくて自分の信じたことをやるってでどう評価されるかは後の話でそれを伝えるためにまあじゃあ頑張りましょうかっていうぐらいでちょうどいい、うん、一つ、流れ作業でやるっていうだけじゃなくってポイントっていうのをちゃんと押さえてやるっていうことを、まあ、確実にやっていってください、うん、
あれやっぱり意味があるんで、あの形が。でこう何回もこうやっちゃダメなんですよ。一発でこう均等に前後左右、そうするとふわっとするんですね。やっぱり山並みにこうなると、その一発で空気抜くのも難しいんですよ。本当に一回でこうなんか噴火口の山並みみたいにはなんないんですよ。そう、簡単そうに見えるんですけど、はい、それがまた相当な技術なんですよ。これは何回もやっぱ経験するほかないって言ってました。やっぱ 3,4 年 5,6 年かかったったかな。あれは本当もう我々も何年かかるか分かんないですけど、ここが一番本当に技術者としての あれが一流だなっていうのが。夏のすごいなと思ったんですけど、作りを通してのスケジュールをバシッと全部、最初に、まあ、決めて、これをメンバーに全てちゃんと配って共有するっていう、もろみのところも元のところも工事のところも全てそういう予定表っていうのを細かく全部作ってあるんですね。でさらにこういう毎日、まあその細かい予定変更なんかあったりしますから、洗い方とか、蒸し方とか、そういうのも全部これが最終決定みたいな感じで、こういうのを毎日毎日配って、まあなんかそういう見える化っていうんですかっていうのもこうバシッとこういうふうに、まあこうわざわざで新しいところでやるし、我々はそういう新しいお酒作りのやり方でやるしっていうのももちろんありますし、新しいこと何でもやるときっていうのは多分こういうのってすごい必要だと思うんですよね。なのでそういうのもちゃんとこう、されるっていうのは徹底してやりますね。回転が早いんでしょうね。やっぱ結構コットを食べる時にも瞬間的にまず多分出ないんですよね。やっぱ自分の中で整理してから言葉に出るみたいな。わっさんは声張り上げるとかわっなるとかないです。口調が何ですか、強くなるとかありますけど、それが張り上げるとかなんか感情的っていうのはまずないですね。怒るのも淡々と怒ります。はい、物に当たることもないですし、僕3年間しちゃいましたけど、一度も、はい、見たことないです。上引っかかってますか。お飲んだ瞬間、鳥肌立ったって言って、こんなに変わんのって感激してます。ああそうですか、ああよかったな。この今回のうちの変化改革もすごく応援してくれてて、ああなるほど、なのですごく待ちに待ったやっぱりこう当時が変わると蔵の全体的な支出っていうのは変わってくる、やっぱ酒造りをする当時さんっていろんな方いらっしゃいますので、まあ、石川さんってもう本当に、有名な方で、本当自分のワールドから、やっぱ純粋に石川さんの知識とか経験ってもう非常に素晴らしいな、やっぱ自分にはないものをもう全て持ってらっしゃるなっていうのが率直な感想で、じゃあその石川さんの知識だったり経験が月の湯に来たらどうなりますか、月の湯でどういうお酒作れますかねっていう話をしたら、石川さんそれは分かりませんってはっきり言うんですよ。いや分からないか、いやだけど石川さんだったらそう言うんだろうなっていうのはちょっと虚勢動くみたいな感じですよね。さんが辞めてどっか行くみたいなことは、で業界内でも結構ざわつきましたからね。ほら辞めてるのみたいな、結構連絡ありましたもん。石川さん辞めるの本当なのみたいな。僕とやったのは施設雇用って言って、酒造りの間だけの契約、半年契約、まあ、契約社員ですね。更新はまあ
来てくれって言われたら正式なのは、まあ、口でですけどね、まあ、でももう酒造りの仕事の間だけっていうあれなんで、もう酒造りはもう冬の間だけなんです。夏場はしないので2人いれば十分なんですよ。僕とおやつさんはいなくていいです。まあでもおやつさんは実は夏場結構忙しくて、定期的にやっぱね、この役員会とかイベントとかそういうのもあるので結構暇じゃないと思います。達人の方に読ませてもらったんですけど、難しいからそれを実際にその酒造りでもそういうのをこうどうやって具体化していくのかな、できるのかなと思ったんですけど、あ、してるなっていうのは、抽象的なことをね、こう理想だけをこう述べるんだったらそんなに難しくないと思うんですけど、はい、それをきちんとこう具体的なものにこうつなげていくっていうのはすごいなっていうふうに思いました。まあ社長が多分判断したんで、そこで将来的な酒造りのベースをちょっと変えてみたいなということで、たまたまやっさんがやっさんが会えたったら辞めるっていうのを、うん、いう情報たまたま情報を社長が早くその場で電話したって言ってましたね。あれ、おいよ、かわされちゃった。ああ、なんか変態で変人な登場やっとったんですか。そうですよ、こんなに手かかる。で、月の井って変態になったんですか。じゃあそう、もうあのね、尖ろうと思って、ああもうどうせ誰に何言われて、いつも何か言われる、何やっても言われる、だったらもう尖っちゃってもうそれでいいやって思う方しかないよねって思って、まあ、僕は尖りますんで、はい、それをこうソフトにするのが社長の役目ですけど、私はしがみついてきます、こうやってしがみついて。いやいやいやまあ、いずれにせよ明日の朝お休みで、いすいません、ノープロブレムですよ、ノープロブレムですよ。またそういうこと言うんだよ。なんていうか、こう会話としてはすごくこうじゃれ合ったりしてますけど、ただまあ社長と杜氏っていう、まあ、蔵元と杜氏っていう関係で言うと、まあ、全面的に任されるとこっちはこっちでそれは責任が、現場の人間はその任されただけのことはやらないといけない、でそれなりの結果っていうのを出さなくちゃいけない。我々で言ったらどういう酒が生まれたかっていう、いくらいいこと言ったってできた酒がこれっていう話だったらアウトなわけで、僕はだから今年1年でそういう結果が出せなかったらクビになってもしょうがない、まあそれは毎年そうなんですけど、っていうつもりでいます。杜氏っていうのはそういうもんなんで、常にクビをかけられるかどうかっていうのが杜氏だと思ってる。最初にね、私がこういうもうこんなフランクに話せる前言ったの、したら作りが始まったら蔵は社長といえども勝手にはさせませんって言われた。もうそこは全部僕の許可を得てもらわなきゃ。そんな強い言い方僕しない。言ったの言ったの。だから私はだいぶこう持ってますから。いや本当なの。だから僕の言うことを3倍ぐらい悪く取ってるんです。いや違うの。本当にそう思ってびっくりして。例えば映画で撮影してる時にですよ、その映画会社の社長がずかずか入ってきて、本番でこうみんな構えてるってことで、いや みんなご苦労様とかって。社長困りますよ、こう勝手に入ってもらっちゃって、そういうもんですよ。そういうことに決まり事をつけて言っておく人は人生に初めてだった。だからそれはこっちが一生懸命考えてるから、その分かるでしょって思ってたことが通用しないっていうのはもう痛いほどもう、うん、私通用してないですか。うんって言われちゃうから、これ画像があるところでうんって言われてだから蔵ではもうくどいほどミーティングはするし、これお願いしますねって言われて、いやそんなこと分かってるよって言ってたらいつか抜ける時が絶対来るんですよ。慎重なんだと思う。僕は怖がりですから、ね、失敗したくないんで、私は楽天家だからどうにかなるわと思う、うん、今のこの日本酒業界、私みたいな蔵元が自分で、酒造りをして売っていくっていうのが流行りなんですよ。やはりこう人に任せると自分のやりたい酒、まあ、意思疎通、意思伝達ができないから、どうなんだろうっていう悩むのであれば自分たちで酒作ろうっていうのが蔵元杜氏の始まりなんですね。去年、一昨年
ですかねに、杜氏が引退して、で、まあ、新しい杜氏を呼ぶというよりは、まあ、山田さんだったり塚崎さん、うん、あともう2人助っ人でいたんですけども、地元の人間で酒を作ろうっていうのを一昨年の暮れか、うん、から初めて、やったんです。まあ、売り上げは、まあ、横ばいからちょっと伸びるぐらいにはあったんです、うん、ただその酒質動向じゃなく、ね、皆さんご存知のとおりコロナの影響で、うん、自信を持っていい酒作れてもやっぱ売れない、そういう状況下でも、うん、なんか手に取ってもらえる酒ってどういう酒なのかなって、米にこだわってます、原料を大洗で作ってます、有機米で使ってます、じゃあそういう素材を生かした酒造りがどういう形になってるのか、うん、どういう会社の強みになってるのかっていうのがなんかまだまだ形にできてないなっていうのが自分の中ですごく課題があったんですね、うん、よく言えばあの誰が飲んでもうま口の綺麗な酒、悪く言えば当たり障りがなくてちょっとインパクトがない酒、なんかもっとこう自分たちらしさを作りたいな、月の井らしさ、で今の酒造りをどう変えればその個性が生み出せるかっていう技術だったり知識が、ないのも現状だったので、まあ、ちょっと壁にぶつかってたところがあるんですね。でそこに加えてコロナで売り上げが下がる、うん、あどうしようかなっていう時に、石川さんとのご縁があって、今まで月の井がやってたのはこういう味にしようっていうのを決めてそこに肉付けしてた、うん、俗に言う酒質設計をしてた、うん、石川さんの場合はそれがない思ったんです。どっちがいい悪いじゃなくて、うん、今までこうやってきたことが違いすぎるので、うちのお酒がこうガラッと変わってしまったら既存のお客さんが困ってしまうかなって、うん、そういう思いが最初正直なところあったんです。だけどもともと何を悩んでるんだろうなと思った時にやっぱ個性がないことに悩んでるわけですよ自分は、うん、変わるのが嫌だけども個性が出したい、すごく矛盾していることにも自分の中ですごく葛藤して、ただその中で自分の頭の中で石川さんのその作りと月の井の水、あとは使ってる原料、なんか うまくはまったら面白いんじゃないかな、うん、そういったものが合わさってできるものがその個性なのでって話を聞いて、分かってはいたけどああそうかと、逆に分かんないそのワクワク感がこれから楽しめんじゃないかなっていう、やっぱもう変わるんだったら思いっきり変わってやろうっていうのは自分の中ちょっと踏ん切りがついて、じゃあぜひお願いしたいっていうので、まあ、かれこれ半年ぐらいかけて石川さんにオファーをさせてもらったと。うちのことだからみんな知らないと思うんですよね。月の井さん実際知らない人多かったですよ。いや多いでしょう。月の井さんってどこだなって、うん、ちっちゃい蔵ですから、うん、でもやっぱ身の丈ってあるので、はい、蔵のその設備とか、うん、人数もそうですよ、うん、身の丈でいいんですよ。現場現場で一歩ずつこう、そこまずは蔵だし、でじゃあどんな酒できるのかもそうだし、どんだけ売れるのかとかもわからないし、うん、ですからしっかり考えて増やすっていう風にしていかないと、うん、まあ、でも今のところこうバタバタしてましたけど、まあ、酒は結構順調に作れてるし、なんだかんだね、うん、酒造りって準備できることも準備してからドーンと酒始めるんですけど、新しい蔵だし、あといろいろ返したから準備しながら酒造りもしなきゃいけないっていう、だから本当ギリギリで、もう間に合うのかどうかちょっと不安になったぐらい。来週水使うんだけど水がいかないみたいな。大丈夫作るの。もう絞らなくちゃいけないって、その絞る機会がまだ出来上がってないのか。そうそうそう。こんな状況だと。毎日毎日作ったりみたいな。30分とか、お米の品種、精米具合によって、まあ、目標のパーセントまで吸わせるために密に時間を計って引き上げるんですけど、今日は全然吸わない、水を吸わないお米、水を吸わないので、明日の朝までつけると、だからほぼ丸1日つけるちょっと特殊な精米給水でございます。
2月ぐらいに入ってくると、ちょっと増えてますね。総量700キロとか。蒸し上がりの理想としては、ちゃんと、中心まで火が通ってて、まあ、ふっくらした感じなんだけど、表面はこうパラッとした感じっていう。外側硬くて内側柔らかいっていう感じで書いて、外光内なって。これが最高の量なんです、あの箱にとって。少量で手間をかけてやる。これはもう本当過酷な状況で工事が盛られてるんで、だから自ら十分の力でその酵素を出そうという環境の中で作られてるんで、やっぱできた工事はまた違う。あの形といい、大きさといい、そういう意味合いもあるんで、これが伝統的な工事豚なんですね。製法なんですね。これ中へ湯が入っていて、だからこの温度で酵素をより効かせる。この酵素がよく効くということは、よりお米が分解されて甘みになる。水の方が柔らかい酒になるし、硬水の方がキリッとした酒になるしっていう、その違いはやっぱりありますね。酵母は元気に育った方がいいと思う。元気になれば元気になればいい、その分いいと思って、その加減はしないですね。どんだけ鍛えて元気にするかっていう、強い酒になる。悪いことじゃないですけど、でそれを変わりにくくするためにはやっぱ酵母を止めなきゃいけないんで、そのために70度開けるっていう、そういう作業を火入れって言うんですけど、はい、酒造りってやっぱ菌が働くもので、僕らのなんていうの、意思とか僕がこうしたいとか必要ないんですよ、うん、ナルデの酒とかそういうことなんですけど、こっちが意図してこうしよう、ああしようって酵母たちをするんじゃなくて、彼らがどうやって働くか、気持ちよく働くか、環境を作るだけなんで、自分はいらないんですよ。社長が、ね、だからその、僕がこう、まあ、冷えないとかなんとかっていう話をしてたら、でもそういうのも、ここの今の気候じゃないのとかって言うん でちょっとそれで吹っ切れたっていうのが、たまにいいこと言うんですね。感動だと、だからなんか温度管理しないとかっていうことで、ここの土地の気候とかって言ってたけど、なんかそう言いながら、なんか暖かいとちょっとこうなんとかしようっていうようなところが あって、じゃあ本当に冷やさないとどうにもならないのかっていうふうに思って、あ、いいやって思って。社長すげえな。それは真面目にああと思いましたよ。
あの社長がすごく深く考えて言ったんじゃないっていうのは分かってるんですけど、はい、多分本人言ったことさえ覚えてないと思うんですけど、ね、そうね、期待部というならではの酒っていうことを考えると、そういうこと、社長のことですよね。そういうこと、そういうこと、ある環境で、どうするかっていう、ちょっと大きかったね、自分にとっては。あ、これでいいじゃんっていう話。トレンドというか、そう、綺麗なお酒を作るんです。さらっとした、飲みやすい。でそういう時に、やっぱあの味をいっぱい出したくないので、低温で仕込みたいんですよ。もうおやつさんのような温度管理しない場合は、もろみの温度が20度ぐらいいっちゃうんですけど、うん、今の綺麗な酒を作る時は11度とか12度で止めたいんですよね。まあ、変なし、均一にしたいんですよ。よく再現性って言葉を使うんですけど、うん、まあ、お酒も一応、まあ、基本的に日本酒のメーカーですから、毎年米は違うけど、やっぱうちの酒はこういう味だよっていうのを同じものを作んなきゃいけない、いいものを安定供給したいと。でその再現性とその発酵温度考えた時には、空調で温度を一定させてっていう方がやりやすいので、今結構そういう蔵が多いんですよね。小田さんはやらないと、まあ、もうそれって本当に根本的にな日本酒に対する考え方の違い、どっちがいい悪いじゃないですよね、間違いとじゃないんで、うん、まあ、でも実際こうやってたみたいな方がほぼいないっていう、僕が今までお会いしたその同業者の中でそういうことをしてる、実際してる人にはお会いしたことがないっていう。完璧ではないんですが、これが今膨れたっていう状態です。要するに酵母が発酵を始めたっていう瞬間です。酵母が発酵を始めると、あの炭酸ガスを出すんですけど、でちょっと盛り上がってるの分かります？はい、はい、真ん中ですね、あれが膨れっていう。28日目ですよ。むっちゃ遅いです。半分ぐらいの日数で来ることもあります。でこっちの方が後に仕込んだんです。だけどこっちはもう完全に湧きついて、酵母添加しないから勝手に入ってくるやつなんで、そこら辺はコントロールできないんですね。もう生物の世界は僕らにもよくわからないですね。だから昔の人だったらなおさら不思議だと思ったことでしょうね。微生物っていうものも知らないんだから、なんでそうなってるかっていうのは多分わからないと思うんですよね。だからただ均一に毎年同じ味になるようにってこうされてるお酒がいいんだったらそうすりゃいいし、画一化された企画品みたいな酒、別にそんなんより毎年どうなるんだろうっていう、そういう方が楽しいし、だからその年の個性っていうのをその最大限に発揮させようとして同じところへ行くわけないんですよね。型にはめるっていうのはあんまり、人間が何かこう手をかけたら不自然になるのかって言ったら、僕はそうは思わないですね。だから人間が手をかけることが悪いんじゃなくって、その手のかけ方で、また量的な問題でもないんですよ、これが。その手をかける人間が自然な存在かどうか。田んぼって何千年も続いてるものもあるんですよね。言ってみれば人工物ですよね。山があって田んぼがあってって、その風景を見た時に、うわ人工物こんなとこ作りやがってって思うかって言ったら思わないです。豊かな自然みたいなことでしょ。じゃあ手をかけてないのかって言ったら、ものすごいみんな汗水垂らして手をかけてきてる。こういうところで手をかけるっていうのは、だから自分も酒と同化しないとダメなんですよ。お酒ができるサイクルの一部になれるかどうかなんです。自然環境が与える負荷みたいなものと同じ感覚で人間がそういうものを与えるんだったら、その生命力を阻害しない。ノウハウを学んでも意味ないんです。ここで塩を何グラム入れるとか、水は何 cc 入れるとか、はいはい、それが問題じゃないんですよ。だからこれだってこんなに湧いてくるまで時間かかるとか予想もしてないわけです。自然がその気になるのを待つしかないんですよ。だから結局昔からの蔵の生活や仕事の進め方やそういうものが全部そういうのにつながってるわけなんですけど、